言ってることはあんまり分かんなかったけど、おばあちゃんは確かに。うわっしょー、お前がなんでここに。人ではないものの気配を感じたゆえ確かめに来ただけだ。だがお前たちがいるのなら問題ないだろう。我の杞憂だったようだ。久しいな、龍雲神君。昔の姿に戻ったのか。ああ、魔人戦争中はその姿の龍雲神君とよく肩を並べて戦っていた。へえ、そうなのか。魔人戦争の時のこいつってどんな感じだったんだ。あ、いや、またやっぱりオイラが当ててみるぜ。これはわらわが手がけた最新式バンバン連射陣機。そこのもの、早く降伏するといい。さもなくばわらわの力をとくと味わうことになるだろう。よく似ている。だろ。だが当時の龍雲神君となるとお前の真似た様子とは異なる。仕掛けの術に詳しいだけでなく、様々な戦火呪符にも精通していたからな。紀州が世を去ってから魔人戦争はより熾烈さを増し、我は龍雲神君と共に凄惨な戦いに幾度となく身を投じた。喋らない神君ってちょっと想像できないな。それからどうなったんだ。人の姿をした神君ってそんなにすごかったのに、なんでまた戦場になったんだよ。属性を離れる以上、人の姿を保つことに何の意味がある。世のしがらみを離れ山奥に隠居したのだ。ならば関羽夜閣となる方がよほどふさわしい。戦争の後、龍雲神君は奥蔵山に隠居し、姿を見せる時もその多くが尖閣の姿だった。だが30数年前、人の姿をした龍雲神君が戦っているところを見た。当時当の昔のことだ。語ることはない。おばあちゃん大丈夫。はあ、当時ここで私は。話はここまでだ。我はもう行こう。何かあれば我の名を呼ぶといい。だが龍雲神君がいる以上その必要はないだろうが。